オッケーオッケー、取ってくれた。よし、ここを完璧に守っていく。え、完璧じゃない今の。そして振動状態。あれ低い。よしよし、じゃあオッケーオッケー、オッケーオッケー。はい、どうも、ひたまめです。今回はね、シャーロットプリンの、まあ、5連戦、初見リーグプレイ5連戦をやっていきたいと思います。いやー、いいね。ダブルチームスキルはちょっとね、かっこよすぎるということで、いや、このね、スキル2がバックステップなんですよ。バックステップ最高って感じで、まあハンコックとサボコアラのね、まあ感じの、まあ通常攻撃はハンコックで、スキル2は、まあ、サボコアラかと思ったんですけども、まあ、こっちの方が多分強いですね、バックステップなんで今の環境的には。ということで、まあハンコックじゃなくて、プリンをね、まあ、使って初見リーグプレイ5連戦ということで、まあ、嘘を偽りなくやっていきたいと思います。カットなしです、レッツラブ。はい、ということでね、まあ1戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。いやー、相手杯ねえか。結構杯に対してね、通常攻撃がガン刺さりすると思うんで、いやちょっとそこをね、確かめたかったんですけども、そこがまあいないということは、まあしょうがナッシングということでやっていきたいと思います。まあこれがリーグバトル初見リーグプレイ5連戦なんでね。おっぶねえ、おっぶねえ。ちょ、まあどうしよう、バックステップ3時、俺いきなりかます。あ、間違えた、これこっちだった。これで、あ、これがあれだ、新しい新状態で、あー、オッケー、おーおー、振動状態も入ってる。で、これでもうどん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 、はい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 、よいしょよいしょよいしょ、オッケーオッケー。後ろからこうやって、これ巻き込まれる時あるんですよね。でもこの場合巻き込まれないと、完全に。これ結構サポートとしてありなんじゃない？結構サポートとしてはね。あ、マグマだまり作っていてくれてんの、ありがとう。あ、これ絶対見捨てられるから俺一旦離そう。これ一旦離して、オッケーオッケー、取ってくれた。よし、ここを完璧に守っていく。完璧じゃない今の。そして振動状態。あれ低い。よしよしじゃあオッケー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 。サポート完璧やん、サポート完璧やん。待って、裏来てる、裏来てる。お、近づきちゃった。まあ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 、うわ、ボンちゃんか。結構くらな、待って、結構やばいじゃん。オッケー、やばい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 、チミネやってきた、チミネやってきた。あー最悪、あー最悪。これはもうバックステップ。あ、じゃあこれスキル間違え、あー、そう、もうスキル間違えんなよ俺。ちょっとね、スキル間違えざらしっすね、これは。ちょっとスキルを、スキル1とスキル2を、ちょっとね、やっぱ初見プレイなんで、ちょっと間違えてますね、さっきから僕完全に。完全にスキル1を、もうバックステップだと勘違いしてしまってんで、ちょっとそこ気をつけながらちょっとやっていきたいと思います。これが初見に。いや、でもどうすか？あれ、これ結構サポート型、上3人いる相手。上3人いるな。さ、待って、こっち来んな。オッケー。さ、バックステップ3時くん。そしてここでポンチョー、オッケー、これもう永遠ループじゃん。そしてここでボン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 。こっち来るか、こっち来るのかよ。おいおい、坂崎助けて、やだ、ソロ君が来てる。じゃあ待って待って、本当にしょうもないって。なんだ、そんなやられ方はしょうもないね。まあ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 、下3つ守れば勝ちなんで、杯、杯、あー、なるほど。サンジ君、このステージ弱いっすよね。ちょっと裏、ちょっと、まあ、この裏のステージでもサンジ君弱いんで、今日の出番は、ほぼないと言ってもね、まあ、過言ではないかもしんないですけど、皆さん、ちょっとお許しなさってくださいということで、どうしようかな。我慢か。ここ、オッケー！サンジ君、よいしょー、気持ちいい。あ、なんか、オッケーオッケー。いやー、これもう一個どこ通るかっていう感じなんだが、これサンジ君で出た方が良かったかなと。これを、あ、でもワンチャンあるぞ。ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。よいしょー、ブザビート、ナイスブザビート、あれだっす。はい、ということで2戦目やっていこうかなと思います。いや、どうすか、割かし良くない？ 80 レベルで、これは。結構割かし僕の中で高評価、ありがとうございますということで。いやー、ちょ、どうしようかな。ここドフィーか、相手。ドフィー、坂月は、ドフィーがね、ちょ、シールド破壊は、多分できないんですよね、この火力じゃ80レベルの。だからちょっとね、そこは気をつけてっていうか、まあ、まあね、なんか、戦い方変えていきたいなと思います。おお、オッケーオッケー、避けながら、避けながら、これは、しかもシールド破壊もできてしまうのではないか。いや、どうしようかな。ああやって引かれるとだいぶきついから。ちょっと、あ、これジャスト回避失敗してんだ。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー、ここで。いやー、でもちょっとドフィーだるいな。ちょっと待って、どうしよう。バックステップ3時くん。お、ナイス。オッケー。バックステップ3時くん、よいしょー、バックステップ、あら、当たってない。あら、当たってる。あ、状態異常切れたのか。だからドフィーのこの状態異常切れるやつ、バカ強くない？マジで強ない。なんで状態異常そんな簡単、やばいやばいやつ来た。ちょっと待って、オッケー、これで KO できていく。無敵使い、あ、
腕気使うな。ちょっと待って、やばい。キャー！オッケー、完璧！来んな、来んな、ロジャー来んな。オッケー、これは、はい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 。やばい、無敵だ。やばいやばいやばい。回避使っちゃった。あ、やばいやばい。ちょっと回復おかしい。あ、これね、わかったわ。これ、こうやってやって回避使わせ。回避使わないなら、ここでサンジ君！あ、これむず。当て際むず。あ、ちょっとおでんきついわ。おでんきついわ。ちょ、あーもう本当に新キャラ全員おでんに潰される。あーもうちょっと待って、おでんきついわ。あいつマジでやばい。ちょっとどうしようここ。え、どうしよう、待って待って待って、どうする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 。サンジ君で倒せるやついないぞ。ちょ待って待って、いやここはプリンちゃんで全員倒そう。で上守りに行こう。ちょ待って、本当におでんやめて。ちょマジで本当におでんきついわ。ちょっと上とりあえず守ろう。相手ブーストも来てるから、上ごどりされるのが一番やばいから、ちょマジで本当にやめよう。本当にこいつやべえわ。おい、サンジ君、バックステップ、サンジ君。オッケーオッケー、ダウンしちゃったけど、さあ、しょうがない。よし、ここ。よいしょ、オッケー。でも、サポートのね、キャラがいないとだいぶきついと。これ、ダウンしてるか分かりづらいよね、でも、多分、敵は。バイ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 。オッケー。で、移動しながら、ちょ、待って、タゲタゲかかれ。タゲかかれよ、バカ。バカバカ。タゲかかれ、タゲかかれ。オッケーオッケー、一旦守ろう。一旦守ろう。オッケーオッケー。2人で攻撃していこう。2人でやれるやれる。回避するでしょ、多分。オッケー、サンジ君バックステップ、サンジ君、よし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 、バックステップサンジ君からのエース君、オッケー。え、いいじゃん、やっぱサポートにはいいね。ちょっと待って、下守りに行きたいんだけど、いや下守りに行こう。ここはもう任せるしかない。ここは俺がここを守るしかない。いやきつきつ、あきつきつ、どうしよう。あー最悪。いやいや、これでここで弾は美味しいよ。いや、バックステップサンジ君、バックステップサンジ君いけ。うわー、状態異常、向こう強いって。そこでそこで状態異常、もうジョマオーデンだな。やっぱりやっぱり全てを壊しているのはオーデンかもしれないな。あれ、はい、ということで3戦目やっていきたいと思います。いやー、意外とやっぱなんか今リーグさ切り替わった直後だからさ、いないよね今。一応 SS の2000少しなんだけど、やっぱいないよね。なんかいろいろやっぱ最初は混ざり合うっていうかね。いやー、でもやっぱちょっとオーデンがきついわ。あいつやっぱ化け物だわ。やっぱ杯に対しては意外といけたりすんのよ。うん、意外といけるんだけど、やっぱりね、その杯が、あ、杯に対してはやっぱり意外といけるんですよ。何やってんの俺。何やってんの、下手くそか。まあ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 、しょうがない。ちょっとね、ここはね、まあ初見リーグプレイなんで、オッケー、さすがに。バックステップサンジ君、オッケー、バックステップサンジ君がいい感じに振動状態も与えてくれる、与えてくれる、与えてくれると。回復のを食らっちゃったんで、ちょっと渋いっすね。うん。うわ、肉現れてる。ちょっとどうしよう。気づかれない。スキル1がね、ちょっとどんなもんなんだろう。当たんのかな。よいしょ、オッケー。で、ここからの、よいしょ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 、オッケー、気持ちいい。で、肉が、回復の長、回復の投げ、投げ。ルフィローのやつ投げー、マジ投げーわ。これどうする。でも強いね、やっぱ工場で80レベルにしては普通に強い方だとは思うんだけど、いや、やっぱおでんがな。どちらかというと新キャラ潰しておでんなんだよね、実は。え、ここ当たるか、ここ当たらないかと思って回避全くしなかった。まずいい、待って、肉回避でしょ。よいしょ、オッケー、振動状態、バックステップサンジ君からの、からの、オッケー、いいね。火力はちょっとあんま高くない。まず斬撃多く、斬撃くん多くない、斬撃くん。いや、こういう斬撃くんの時こそこのサンジ君、上ロイヤルウェディングサンジ君で、おドフィーもいるやないか。ちょっとどうしようかな。いや、ここは任せて、これジャストかーい。オッケー、よいしょ、これこっちだね。よいしょー、オッケー、サンジ君かっこいい。一発二発、いや、やっぱサンジ君楽しいな。サンジ君かっこいいわ。てか、あ、ごめんね、俺が倒しに行くから許してくれ。さあ、ここは回避を読みます。オッケー、よいしょー、オッケー、バカ肉食ってるしね。さあ、ここでゾロ二人を倒していきたいところなんだが、さあ、オッケー、オッケー、そろそろね、多分大戦世界するんよ。どっちに来る？オッケー、ここは任せろ。オッケー、いいね、このコンビ。うわ、明日の動画のネタにしときゃよかったわ。ここでやるんじゃなかったわ。やばい、終わった。スカイウォーク、うまっ、それジャスト回避は。ちょっと待って、ワンパンされ一
守備なんだって。いや、これ守りたいんだけど、ちょっと待って、まずい。このゾロクうまいな。馬に会いとか言っちゃった。恥ずかしい。待て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 、あと10秒。いや、ブースト来るから多分いけるんじゃないかな。あっち取れるし、うん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 、気まず。あれでした。あ、バックステップ30くんいいね。はい、ということで4戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。いや楽しいわ。でもプリンちゃんこのスキルはバックステップ30くんが楽しい。さあ OK で、上の誰だ。あー、坂月。あ、一体は下降りてくる。あ、全然降りてくれなかった。結構厳しい感じの。いや、どうしようかな。ここ一人になったら終わるから。あ、オッケーオッケー。これでシールドはすぐ破壊できてしまうのではないでしょうか。オッケー、シールド破壊完璧。おー、強いぞ強いぞこれ。いや、びっくりした。あ、避けられる。避けながら攻撃できてる。いった、当たってる。やばいやばい。誰これ無理じゃない？ 1 対2は無理じゃない？こう一旦諦めようか。1対2はさすがに無理やって。オッケー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 。一旦諦めてね。諦め重要ですから、バウンティーラッシュ。オッケー。うん、どうしよう。どうしようかな。なんもやることない。うわ、またルフィローだ。ルフィロー苦手なんだよな、なんか怠慢してて。すごい苦手。誰、ものすごい追っかけてくるやん。ちょっと待って。これは、とりあえずぶつけ。うん、だからこれがダメなんよ、俺。ちょっと下手くそだな。オッケーオッケー。ここはとりあえず、はいはい、避けながら、はい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 、やばい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 、おー、避けられてしまう。やばいやばいやばい。オッケー、シールド破壊が強いですからね。今のシールド破壊ありきのおでんの KO ですから。オッケーオッケー。さあどうしようかな、ここから。いや、回復の長いよ。てかルフィロー苦手なんよ。あんま使ったことないキャラってさ、本当に対戦して苦手っていうか、どういうタイミングでこのスキル使うとか、ちょっと、しかもさ、ダブルチームスキルってさ、確かさ、ダウンしながらでも攻撃できんじゃん。そう、だから、ちょっと苦手ないよ。あー、これ当たんないのか。今の当たんないか。にゅーん。この、にゅーんって攻撃気持ちいいわ。オッケーオッケー、オッケーオッケー。いや、いいね。気持ちいいよ、このスキル。うわ。オッケー。ナイス、俺が回避を使わせて。あ、いいね、シールド。オーケーオーケー。この二重コンボはどうやって、いや、地獄ですぎる。いや、どうしようかな、ここから立ち回り。あ、でも上取れそうだな。上二人行ってくれてるから。さあ、バギーか。バックステップ30くん。オーケー。で、ここはとりあえず振動状態なんで KO してしまいましょうか。さあ、ニューしたいな。ニューン。オッケー、ニューンナイス。ニューンナイス。オッケー、これは任せちゃおう。オッケー。やばい。おっぶねー。さあ、ここで避けられてしまいの。さあ、ここから、ニューンからの、オッケーオッケー。あー、これ届くのか。やばいやばい。いや、でもいいタイミングでサンジ君に変わったって考えれば。やばい、ちょっと上の二人、どっちか一人来てほしい。いや、どっちか一人来てほしいか。いや、でも上も二つ取れればいいのかな。いや、でも下ここはさすがにきつい。どうしよう。あ、待て、これはスルーして。スカイウォーク。アイシャンモイガンドレトークじゃん。あ、全部取れてなかった。はい、ということで5戦目やっていきたいと思います。分かったわ、使い方が。5戦目にしてやっと分かった。多分相手が近づいてきたらバックステップ30くん使うんだね。これとりあえずディフェンダー1人上行った方がいいから、多分相手が近づいてきたらバックステップ30くんをかましていきたい。さあ、オッケー、バックステップ30くん。避けられるんだ、すごい。しかし回避がないよね。完璧。回避がないのは分かっておると。さあ、ここからは通常攻撃コンボが、コンビネーションが、ちょっと待って、敵来てた。ここ当たんない。当たるわ。あー、回避したくなかったなと思ったんですよ。あ、でも特性エリアで回復させていただき、まあ、ショータイム。やばい。え、あ、今の回避か。いや、だる。うま、今のは。ちょっと待って、これにもちょうだい。あ、やべ、特性エリア消えちゃった。ニオーンね、オッケー、完璧からの、あー、やばい、あー、終わった、こっち来んな、こっち来んな。あ、全然来ないじゃん、全然来ないじゃん。どうしようかな、ここら辺でしょ、バックステップ30くん。あ、全然、あ、意外と距離ないな、バックステップ30くん、意外と距離、まんな、今日2回目、今日2回目、まあまあまあ、多分大丈夫。え、ちょっとバックステップ30くん、意外と、距離短いな。多分自分のいたところでバックステップする感じかな、スキル的には。あー、意外と前には行かない感じかな。ちょっとそこは渋い。渋いってことでいいかな。ちょっと渋いよね、それは。うん。さあ、OK。
にょーん。おっ、受けられんのそれ。バックステップ三軸。オッケーオッケー。いやちょっとだるいて、ちょっとだるい、一人だるい、一人だるいやついる、ちょっと待って、怖っ。オッケーオッケーオッケー。避けながら、これが避けながらってやつですね。オッケーオッケー、ちょっと待って、ナイス。おっ、うまっ。よし、やばいやばいやばい、サンジ君と二人で やられてる。にょー、見えてるんと。あ、ゴロゴロ、いやゴロゴロ渋いて、ゴロゴロ渋い。おお、早い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 、そっちの方が早い。ゴロゴロ渋いな。いやゴロゴロゴールデンウィークはだるすぎる。ちょっと待って、どうしよう、ここから。うん、最後は三軸で締めるか。いやちょっとね、バックステップ三軸ちょっと距離短いことが分かったね。うん、ちょそこはだいぶ渋いわ。守りに来るから、オッケー、読めてるんですよね。オッケー、完璧すぎ今の立ち回り。ちゃんとね、相手の見えているっていうところを分かっている。ん、相手の見えているってところを分かって何言ってるの。まあまあまあ、多分上は多分2つ取られるって仮定した方がいいね、この感じ。いやーゴールデンウィーク、あ、ルフィローか、ルフィならいい。さあ、まあここは多分ワンパンでやられることはないから、いや逃げろ逃げろ逃げろ、オープンで逃げられる。いいね、スカイウォーク。なんならスカイウォークのいいところを見せてしまって、オッケー、吹っ飛ばし、でかでかすぎ今の。さあここはあとは時間稼ぎでいいっすね。さあ、あとは取られやられないように時間稼ぎすれば、オッケー、よいしょ。サンジ君強い。え、まずサンジ君強いやん。え、サンジ君結構おもろいわ。サンジ君おもろいな。